私が言おうとしたことはと堂々は怒った声で言い出しました我々を乾かすためにはコーカスレースをやるのが一番いいということだったのですコーカスレースって何のことですかとアリスが言いましたそのことをアリスはひどく知りたいと思ったわけではないのですただ堂々があとは 誰か他の者が口を聞くべきだとでも思ったようにちょっと口を休めたのに誰も話し出す様子が見えなかったからなのです。うん、と堂々は言い出しましたそれを一番よく分かるようにする方法はそれをやってみることだ皆さんのうち冬になってこれをやってみたいと思う人があるかもしれませんから。 堂々がやってみせた通りをお話しすることにします。まず堂々は輪の形に競争錠を仕切りました。そうきちんとした輪の形でなくともよいと堂々は言いました。それから仲間たちを仕切りに沿ってあちらこちらに並べました。そして競争は1、2、3、 よしの合図なんかなしでみんな思い思いの時に走り始め好きな時にやめるのでしたそれですから競争がいつ済んだかなどということはちょっとわかりませんでしたけれどもみんなが30分かそこら走ってもうすっかり体が乾いてしまいましたその時堂々が急に「競争終わり!」とどなりましたでみんなは堂々の周りに集まって 息を切らせながら、だけど誰が勝ったんだと聞きました。この問いには、堂々はよほど考えなければ返事をすることができませんでした。それで長い間一本の指を額に当てて、これはシェイクスピアの画像で皆さんがよく見る姿勢です。座り込んでいました。その間他の者は黙って待っていました。やがて堂々はやっとこう言いました。みんなが勝ったんだ。 だだ。かららみんながうをもらうのだ「では誰が商品をくれるのですか?」とみんなはいっせいに聞きました「うんあの子だよ無論のこと」と堂々は一本の指でアリスを指さしながら言いましたそしてみんなはすぐにアリスの周りに集まって「あちらからもこちらからも商品を商品を」とワーワー言いました アリスはどうしてよいか考えがつきませんでした。で、困りきったあげく、ポケットに片手を突っ込んで、ボンボンの入った箱を引っ張り出しました。幸いにも、それには塩水が入っておりませんでした。そして、これを商品としてみんなに渡しました。ちょうど一人に一つずつありました。だが、あの子だって商品をもらわなければならないよね、とネズミが言いました。 もちろんさと堂々は大層真面目さって答えました「ほかには何がポケットに入っていますか?」とアリスの方を向きながらネズミに言いました「指ぬきだけ」アリスは悲しそうに言いました「それをここへお渡し」と堂々が言いましたそれからみんなはもう一度アリスの周りに集まってきましたそれから堂々は「 おかに指抜きをアリスに送っていました。私たちはあなたがこの立派な指抜きをお受け取りくださることをお願いします。この短い演説が済むと一度は拍手をしました。アリスはこの様子をずいぶん馬鹿らしいと思いましたがみんなが真面目腐った顔をしているものですから笑うこともできませんでしたしそれに 何も言うことを考えつきませんでしたからただちょっとおじぎをしたきりでできるだけしか爪らしい顔をして指ぬきを受け取りましたさて次にすることはみんながボンボンを食うことでしたこのことはかなりの騒ぎを起こしてガヤガヤしました何しろ大きな鳥はこれじゃ味もわからないと言って ブツブツ不平を言いますし小さい鳥は喉につかえて背中をたたいてもらうありさまでしたけれどもやっとその騒ぎも済んでみんなは車座に座ってネズミにもっとお話をしてくれと頼みました「お前さんは身の上話をするって約束したでしょ?」とアリスが言いました「そうしてあのねのと命がなぜ嫌いだかっていうことをね」とアリスは「 ままたた。怒られやししないいいかと思って小さい声で言いました「私のお話は長いそうして悲しいものなんです」とネズミはアリスの方を向いてため息をつきながら言いました「まったく長いしっぽだわ」とアリスは不審そうにネズミのしっぽを見て言いました「けれどもそれがなぜ悲しいというんですか?」 そしてネズミがお話をする間もアリスはその謎を一身に考えとこうとしていましたですからアリスの頭の中ではネズミのお話がちょっと次のような風になりました「山犬がお家で会ったネズミに言いました」「裁判遊びを二人でしようじゃないかそして俺はお前を訴えてやる」「うん私は嫌とは言わぬ今朝は わしは仕事がないから裁判遊びをしてもよい」とねずみが言いました。ねえ君、陪審官もない、判事もない、そんな裁判は息が切れてしまうだろうて。なあに、わしは判事にもなったり、陪審官にもなったりする。と年を取ったずるい犬は言いました。わしが一人で裁判をやって、 「お前は聞いていないな?」とネズミは厳しい声でアリスに言いました「お前は何を考えているんだいごめん遊ばせ」とアリスは大層へりくだって申しました「お前さんは5番目の曲がり目に来たんだったねそうでない」とネズミは強く大層を怒って怒鳴りました難問ねえ。 とアリスはいつも自分を役に立てさせようと思って心配らしく周りを見ながら言いました。まあ私にその難問を解く手伝いをさせてくださいな。私はそんなことは知らんよ。とネズミは立ち上がって歩きながら言いました。お前はこんなつまらないことを言ってわしをバカにしている。私そんなつもりじゃなかったのよ。 とアリスはかわいそうにも言い訳をしました。けれどあなたはあんまり怒りっぽいわ。ネズミは答える代わりにうなったばかりでした。どうか戻ってきてお話をすっかり済ませてください」とアリスは後ろから呼びかけました。そして他の者も,も一緒に声を合わせて言いました。そうです。どうかそうしてください。けれどもネズミは我慢していられないように。 ただ首を振っただけで前より足を速めて歩いて行きましたネズミくんがここにとどまっていてくれないとは全く残念なことだ。とローリーはネズミが見えなくなるとすぐさまため息をして言いましたこの時年を取ったカニが自分の娘のカニに言いました「ねえお前これを手本にして決して怒るものじゃないよ」。 言わなくてもいいわよ母さんと若いカニは少し怒って言いましたガキの我慢強いのを真似れば十分だわうちのディナーがここにいればよいんだけれどとアリスは大きな声で別に誰に話しかける友達に言いましたデイナーならネズミをじきに連れて帰るわデイナーって誰ですかお聞かせいただけませんでしょうかとローリーが言いました アリスは夢中になって答えました何しろこの秘蔵の猫のことときたらいつでも話したくてむずむずしているのですから「ディナーっていうのはうちの猫ですわ」「そうしてネズミを捕まえるのがお前さん考えにもつかないほどに随分上手なのよそれにまあ鳥を追っかけるところなんか本当に見せたいわ鳥なぞ狙ったと思っているともう食べてしまっているくらいよ」このお話は、 仲間に大変な騒ぎを起こさせました鳥の中には慌てて逃げ出したものもありました年を取ったみそさざいは注意深く歯づくろいをしていました私は本当に家に帰らなければならない夜の空気は喉を痛めていけないすると金子町は声を震わしながら子供たちに言いましたさあおかえり寝る時刻ですよ いと口実を作っっててみんな去ししまいました。それでアリスがとりぼっち残されてしまいました「私ディナーのことなんか言わなければよかったわ」と悲しい調子で独り言を言いました「ここでは誰もディナーが嫌いらしいわ」「ディナーは確かに世界中で一番いい猫だと思うんだけれどまあ私の可愛いディナー私またお前に会えるかしら」そう言って アリスはまた泣大層めまし,たアリスは体操寂しくて心細くなったからでしたけれどもしばらくすると遠くの方からまたもバタバタという小さい足音が聞こえてきましたアリスはことによったらネズミが機嫌を直してお話をすっかり済ませに帰ってきたのではないかと思って熱心に上を見ていました。第4章ウサギが トカゲのビルを送り出すそれは白ウサギでしたのろのろと歩いてきながらまるで何か落し物でもしたように周りをじろじろと見ていましたそしてアリスはウサギが一人で次のようにブツブツ言っているのを耳にしました「公爵夫人公爵夫人まあ,あ私の足まあ,あ私の毛皮とひげ夫人は 私どこで落としたんだろうかなアリスはすぐにウサギが扇子と白いキットの手袋を探しているのだと考えましたそこで親切にを出して探してやりましたがどこにも見当たりませんアリスが池の中で泳いでからはすっかり何もかも変わってしまったように見えましたガラスのテーブルや小さな扉のある 例の大きな広間はすっかり消えてなくなっているのでした。アリスが探し回っていますうち、うさぎはすぐにアリスを見つけて怒った声で怒鳴りました。おい、メリアン、お前はここで何をしているんだ。すぐ家へ走って帰って、手袋と扇子を持って来い。さあ、早く。アリスはこの言葉に驚いて、人違いだと言い訳をする暇もなく、 うさぎの指さした方へとすぐに走って行きました。あの人、私を女中だと思ったんだ」とアリスは走りながら独り言を言いました。私が誰だか分かったらどんなに驚くことでしょう。でも手袋とセンスを取ってきてやった方がいいわ。もし手袋とセンスが見つかるものならね。こう言っているときアリスは小さいきちんとしたうちの前に出ました。 そのうちの玄関の戸にはピカピカする真鍮の名札に W. ラ,ラビットと掘り付けてありました。アリスは案内も壊ずに慌てて二階へ上がりました。それは手袋や扇子を見つけないうちに本当のメリーアンに会って追い出されるといけないと思ったからでした。ずいぶん妙ねとアリスは独り言を言いました。うさぎのお使いをするなんてこの次に リナーが私をお使いいに出すかもしれないわこう言ってアリスはこの先怒ってこないことでもないそういうことを考えておりました「アリス嬢さんすぐいらっしゃいお散歩のお支度をなさいますばあやじきに行ってよでもね私ディナーが帰るまでこのネズミの穴を見張りしてやることにしたのネズミが出ないようにね」などとアリスは喋り続けました。だけれど もしディナーがうちの人たちにこんなによう言いつけるようになったらうちの人たちはディナーをうちには置かないでしょうね。この時アリスは小綺麗な部屋に入っていきました。